皆さんこんにちは、大地です。ちょっと今日ビデオ暗くてすいません。はい、感情っていうものを特に、まあ、ポジティブな感情は別に困らないと思うんですけど、あのネガティブな感情と、まあ、思ってるものね、あの怒りだとか、まあ、なんかイライラするとかね、あと不安、とかね、なんかこう気分が落ち込むとかね、あのそういうその感情とか感覚が出てきた時に、あのどう扱ったらいいのかというあのご質問で、まあ、いろいろ試してみてください。あのだけど、こういうことやってみるといいよ。あの、ね、感情というのがこう出てきた時にね、観察する、居場所を作る、センタリングするって書きましたけどね、まずいるなってこうあるな、なんかこの辺にないこの辺にねいるなとかあるなってこう気がつくことで、どんなものなのかなってこう観察してみる。観察しようとすると少しこう俯瞰というかね、客観目線になりますから、で、あそうか、こんなものがいるんだなっていうことにこう気がつく自分がこう出てくる。だから少しこう切り離されるようにね。であとはね、居場所を作る。でそれをね、感情をなんか押し込めようとかコントロールしようとかってすると、あのどんどんやっぱりもう追いかけっことかね、こうやり合いになってくることがありますから、だからあのいていいよと、居場所を作りましょうと。で自分の中にその感情の居場所を作ってあげてください。あの隅っこに追いやらないでね、なんかあの居心地の良さそうなところに居場所を作ってあげて、イメージの中で。そしたらそこに落ち着いててくれるから、あの居場所がないから暴れるとか出てくるとか惜しくなるんで、居場所を作ってあげる。でもう一個はね、そのセンタリングをするっていうことです。で典型的にはね、しっかり深呼吸する、心を込めてね、吐き切って吸う、体を感じながらね、で自分の体の中心センターとつながってるのを感じながら、はーって呼吸する。で要はね、自分の心の内側のね、静かな部分にこう怒りを下ろすつもりでね、でもう海が荒れまくってると思ってください、感情で。でもちゃんと静かなところにこう怒りを下ろして、で凪になるというかね、それが過ぎ去っていくまで、あそう、この静かな感じにもつながってられるんだってことにちゃんと気がつく。自分の中心の静かな部分に怒りを下ろすつもりで、呼吸を使って、深呼吸を使って心の中にちょっとだけいい状態を持つ。でいい状態で感情をコントロールしようとするわけじゃない、いい状態を持ちながら居場所を作ってあげて、で観察してというのを続けていくと感情がこう変わっていきますからね。あのでぜひね、センタリングする練習というか、その自分の心地よさとか安心感にこう怒りを下ろす、つながっとく練習っていうのをぜひしてみてください。で、あのそれができてきたらね、ちょっとなんかイライラしたり不安になったりすることを思い出してみて、で思い出した状態とかイライラとか不安とか、なんかこういうのがある状態でも、ああちゃんと落ち着いてるところともつながってられるし、観察できるっていうね、練習をしておくと、あの何かの感情が湧いた時にもね、そういう風に感情と共にいる。で、あの追い出さないでください、感情別に間違ってない。不安っていうのは、あの何かこのままいくとうまくいかなくなるんじゃないかということの表れだし、ね、怒りっていうのは何かこう望んでないことがこう起こってるっていうことと関連するかもしれないですよね。だからあの別に感情を追い出す必要はありませんので、あのいい状態を作ってただ観察する、で向こうにも居場所を作ってあげるね、ということを考えてみてはいかがでしょうか。参考まで。